政次郎伝承郷料理。今日はですね、収穫した先ほどその、磯川さんのところのご実家の畑で、収穫させていただいたこのかぼちゃですね。はい。これ何かぼちゃでしたっけ？ロロンです。ロロン。甘くて美味しいらしいです。このかぼちゃを用いて、かぼちゃのサラダを作っていこうと思います。はいはい、それではね、まずこのかぼちゃを切って、種を取って、そして、蒸します。蒸してから潰して、あえ衣にするということですね。ああ、いいですね。はい、やっていきましょうか。はい。はい。まずこれ落としてください。はい、あ、結構あるんですね。硬い。硬いですよ。で、これ割りましょうか。はい。先生、これをですね、さらに半分ぐらいに切りましょうか。はい。めっちゃ切れていきます。これね、切るとき、指切らないように気をつけな大変なことになりました。ほんまですね。うん。それからこれ、種だけ、このところで、取ってから、蒸すということですね。収穫してからそのしばらく置いといた方が美味しいわけですね。そうですね。ね、結構その糖度が増してきますんでね。そうですね。やっぱりでんぷんが糖化しないことには。なるほど。これ大事です。でんぷんを糖化してからそのいただくということですね。はい、収穫直後やとちょっと水っぽい感じ。水っぽいです ね。私嫌いなんですよ、その収穫直後のかぼちゃが。なるほどなるほど。なんか味がないというか。うん、お芋さんでもそうですしね。そうですね、うん、結構そのでんぷんとおかしんと甘みが出てこないということですね。さつまいもとかも年明けぐらいが美味しかったりしますもんね。あ、そうですよね。はい、そしたらこれ蒸し器に蒸し器をこう沸かして蒸してください。はい。はい。はい、いきます。そしたらですね、かぼちゃを蒸してる間に、このパプリカですね。はい。これをですね、今日は炭火で焼いて、で、皮を除いて、それから切っていきます。そしたら焼いていきましょう。はい。はい、もうこのまま。このままいって、ほんで時々こう返しながらね、はい、全体にこう焼き色がつくまで、焼いた方がつるっと。抜けますよね。もうだいたいね、焼き上がりましたんで、これを冷水につけて、はい、皮を除いていきたいと思います。はい、お願いします。はい。はい。はい、そしたら皮を取っていきましょう。はい。美味しそうに焼けました。はい。真っ黒です。真っ黒、もっと真っ黒でもいいぐらいですわ。ああ、はい。そしたらこれね、半分に切って、はい、種除いて、で皮を剥きましょうか。はい。そうそう。はい、除いて。熱々ですね。熱いですね。熱っ。めっちゃ熱い。これね、皮をこうベロベロンと剥いていただいて、はい、はい、こんな感じですね。そしたら、はい、まあ、ちょっと厚めの、はい、千切りみたいな感じでちょっとぶっとめでいいんで、このくらいの皮で切っていただいたら、この先生、線を立ち切り形でこう、あ、そうですね、その方がいいですね。はい、こんな感じでしょうか。はい、
そしたらバットに入れましょうか。はい、はい、あとはそのかぼちゃの蒸し上がりをちょっと潰してですね、で味付けして今揃えた具材を和えていくということになります。はい、かぼちゃ蒸し上がりました。はい、こんな感じですね。うわードロドロですね。ドロドロですね。ちょっともったりすぎましたかね。まあまあ、柔らこても美味しいんで、はい、これの皮を除いて、身をこちらに開けていきましょう。はい、めっちゃ熱いんちゃう？熱いですよ。絶対熱いです。間違いなく熱いです。皮取っていけんですよね。そうですね。薄皮取るじゃないですか、うん、このグリーンのところも取ってしまいます。グリーンのところももう取っちゃってください。はい、少々入ってもね大丈夫ですからね。はい、そしたらこれ潰して、はい、味付けていきましょう。はい、もうここ開けて、はい、そこ開けちゃって、はい、はい、これでちょっと取っていただいて、はいはい、そしてマッシャーでちょっといきましょうか。はい、マッシャーで潰します。あ、でも柔らかいからすぐですね。なるほど。あ、いいですね。はい、これに塩コショウしましょう。はい、お塩ちゃん。はい、もしよう、もしよう、それパラパラっていきましょうか。パラパラ、このまま。それ危険、めっちゃ危険。はい、塩ね、結構ね、危ないですよ。危ないですね、どこっていきますね。うん、これで、まあ、こんなもんですね。はい、はい、で、胡椒ちゃんもいっちゃいましょう。胡椒も、はい、うん、これ、胡椒ね、こいつですわ、ブラックペッパー、カンボジア、粒胡椒。これなんて言うんでした？カンボット胡椒。カンボット胡椒ですよ。もう香りがね、むっちゃいいんですよね。まあでも、家庭やったらね、普通の粒胡椒とかで十分ですよね。そうですね。粒胡椒で十分ですね。はい。これも粒胡椒です。あ、粒胡椒。もうヒーターのやつで。はい。そう、よくこれ、ミルに入ってこう、カリカリやつ、ね。ああ、カリカリするのね。あれでもいいですね。あれでもいいですね。はい、OK です。はい、そして一回混ぜて、あたり確認しましょうか。はい。で、ここにですね、具材全部投入していきましょう。はい。きゅうり、パプリカ、そしてハム、はい、で玉ねぎ、はい、はい、そんだけいきましょう。完成です。完成です。はい、かぼちゃのサラダ、盛り付け終わりました。今回もですね、磯川さんのご両親にすっかりお世話になりまして、まあ、なんとか無事に、このロロンカボチャ、美味しいカボチャを用いまして、カボチャのサラダを完成することができました。それでは皆さん、いただきましょうか。はい、いただきます。あ、これもキュウリいいアクセントになりますね、食感が。あ、そうですね、コリコリした感じで。色が綺麗ですね。色がいいからね。とても綺麗です。まあ、かぼちゃの黄色とパプリカの赤と、うん、玉ねぎ白で、きゅうりの緑です。料理の五味五色五法っていうのがありまして、はい、色はその小赤黄白黒っていうんですけどね。青、小は青ですよね。ああ、はい。赤が赤で、で、黄色ですよね。はい。で、白、で、黒が黒色。
この5色が揃うと、まあ、見た目にも美しく栄養のバランスもうまく取れるということなんですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のですね、このかぼちゃのサラダ、ご家庭でもすぐにやっていただける一品となっておりますので、ぜひお試しいただきますようにお願い申し上げます。今日の動画をご覧いただきまして、まあ、なんか役に立ちそうやなと思われたら、ぜひとも、チャンネル登録、そしてグッドボタン、何卒よろしくお願い申し上げます。そしたら、またの、まあ、ご視聴まで皆さんどうぞごきげんよう。